さあ、それではスタビを装着したルーキースピードをですね、行ってみたいと思います。あれ、ちょっとまっすぐ走らんようになった。トリムか。どうかな。まずは様子見で。そんなすぐには分かりませんよ、私には。こういうところでサビが効いてるかどうかなんですけど、ちょっと車が全体に跳ねてるんで、なんともちょっとこう、あ、でも ややグリップ感が薄く感じられることもないことはないんですけど、コーナーでパンとこう踏ん張ってる感じはするんですよね。で、そうやな、タイヤのグリップとの兼ね合いなんでしょうけど、ここら辺でこうクイックに行ってくれたら嬉しいんですけど、果たしてどうなのかというところですね。ちょっと走り込んで様子を見てみたいと思います。さっきよりちょっと何ていうかな、硬くなったなという感じがしてますね、やっぱコーナーでね。これがだからサビの効果だと思うんですけど、でその分なんかこうちょっと車が流れてるようにも感じるので、グリップが薄く感じるようだとこれサビが硬すぎるかなという気もするので、例えば一本細いのに変えてみるとかですね、そういうのもありなのかもしれませんし、まあ今日の路面というかここだと外した方がいいという判断になるのかもしれませんね。あともう少し走らせていきたいと思います。ここがちょっと絡むんよね。ちびきび感はすごい出るようになりましたね。お、曇ってきた。ここやな。お弁当が来たとのことです。お腹空いてたからちょうどいいや。じゃあお昼休み行きましょう。さて、ピットに戻ってきましてチェックしてみました。するとスタビライザーがこれ外れてるんじゃなくて外したんですけど、このドライブシャフトに擦れてることが発覚しました。
あれと思ってなんか見たらくっついてるからおかしいなと思って、でもう一回このランナーを見ると、ここにほらこのスペーサーのような部品がついてますね。どうもこれを使うんじゃないかなということで、これがね多分2ミリぐらいのこれスペーサーだと思います。ちょっとあの簡単に物差しで測りますけども、見てみるとそうですね、これ2ミリありますんで、その分上に浮きますから、それで当たらなくなると思います。はい、なかなかこの辺はね写真では見ないところだと思いますので、大着していけるかもしれない、つけときますはい、こんな感じになりました。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここね、ここはあのドライブシャフトとスタビのこのホルダーっていうのかな、この樹脂の部品のところが当たってたんですよ。それが、まあ、こういう風に浮かせたことで当たらなくなりましたので、これでいよいよもって本間の完成かなというで、ちなみに後ろはもう全然当たっておりませんので、沈めても大丈夫ですので、もうこのままスペーサーなしでもいけてると思います。はい、でこんな感じでもうちょっと練習してからね、またあのどうするか考えていくことにしましょう。さて、もう1パック走っておきましょう。もう何パックかやりましたけれども、ここでニュータイヤを入れてみました。やっぱりね1年半前のタイヤをちょっと使っとってもあれかなということで、ニュータイヤを入れてみます。ちょっとぶってるような感じがしてたんですけど大丈夫かな。ちなみに今のタイミングで回転のチェック、回転数のチェックですね、スーパー GT は規定がありますんで、4000を超えたらあかんということで、先測ってみたら3930いくらって、ちょっと低めに出てたんですよね。もうちょっと攻めてもええでとは言われましたけれども、実際ね、気温が高い時とかモーターの温度によって回転数って上がることがあるんで、まあ3950以内に収めとくぐらいの方がいいかなというふうに思います。ちょっとずつペース今上げておりますけれども、ニュータイヤですのでね、まあ、こういうところでこうクックッと入ってこうリアが流れ出しにくいという部分も今こう感じながら走っておりますけれども、一方でそんなむちゃくちゃグリップが変わるって感じでもないですね、ニュータイヤとオールドタイヤで。うん、もっと普段例えば TM サーキットで走らせてる時の X タイヤのニュータイヤの強烈なグリップ感っていうほどの強烈なもんは感じないですね。これ CPX やったかな、聞いとかな。まあスーパー GT は基本なんだグリップ材も使えませんし、クリーナーで拭くぐらいで、クリーナーは多分まあ問題ないと思いますけれども、うん、なんかものすごいグリップしまくりっていう感じは今全然してないですね。さっきのオールドタイヤと一緒やただやっぱスタビがねだいぶ馴染んできたというか、自分の中で走らしてて、ああそういう感じかっていうね、走ってて思うようになりました。最初はこうなんかグリップが薄いかなという感じがしてたんですけど、こう踏ん張る感じとかが分かるようになってきたんで、こう小さく曲がるための、うん、あ、今サビ切ったみたいなね、それがいい感じかなと思います。あとはまあそうですね、ライン取り含めてこのコースにどこまで馴染むかというところなんですけれども、うん、あとまたここのバンピーな路面にどこまでうまく馴染んでいけるかということと、縁石ですね、縁石に乗らずに綺麗に曲がれたらいいんですけど、こういう感じでね、うん、そこですかね、うん、まあ大体そうですね、こんな感じです。よし、さて、だいぶ木がですね西に傾いてきまして、
もうじきですね、6時になろうかなというところなんですけれども、まだね、営業自体は7時頃までされているそうなんですが、もう皆さんね、疲れ果ててます。だいぶピットの方も少なくなってきました。もう常連さんとかね、もう走り慣れてる方はもう調整ぐらいで、もうコンディション、体調のこともあるんで、明日に備えて早めに引き上げられてる方多いという中、まあ、遠征組の方、このカメラの向こう側に今いらっしゃいますチーム愛媛の皆さんもですね、そろそろお片付けをして、おそらく今夜は大いに盛り上がりすぎて明日コーンって言うかもしれませんけど、どういう風になるか分かります。それぞれ練習日とそれからレース日の間をつなぐ夜はこれ楽しみということになってますんでね、どこかで宴っていうのが大体やるものなんですけれども、私は近所ということもありますんで、この後帰ろうかなということで、練習の方もですね、程よくできまして、なんとか壊さないように、できたのが何よりかなというところで、車は非常に素直に走ってくれていますので、あとはもう鳴るようになれというか、いつものように全力で楽しもうという感じになっております。はい、ということで、もう私もアイロンというか、突き果てる前に引き上げていきたいと思います。明日はいよいよレース本番ということで、また頑張っていきたいと思います。連日お疲れ様でした。